僕は北京オリンピックに出場するために中国に行きました。そして中国の方々の親しみやすさと温かさに触れてきました。今年の7月、僕はプロフィギュアスケーターになることを宣言しました。なんだこれからも4回転あ、そっかすいません、ちょっと本当に緊張しちゃって申し訳ないです。これからも、現役として、4回転半ジャンプにも含めて挑戦していきますし、日本と中国の方々にも最高の演技を届けられるよう一生懸命頑張ってきます。そして、日本と中国の、よりお互いが理解をし合ってより交流が増えるよう、そのきっかけになれるようになれたらいいなって思っています。じゃあよ、じゃあよ頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、羽生結弦です。いつも応援ありがとうございます。これからまだまだ、自分のいい物語に向けてこれからも全力で頑張っていきます。これからもどうかよろしくお願いします。